本日はノアの箱舟サーカスにようこそお越しやした。エロをやる気満々の塩ビ服のアンさん、どうぞ壇上へ。さっき噛まれたとこ大丈夫どうすか？さあさあこちらどうす。バッチリとこですんまへんな。おお、スネーク先生、救護室にいはる？あ、いや今日はうちやのうて。まあまあ先生、お客さんの前でそう大声出さん。アンさんおもろいな、気に入った。うちはいつ来てもろてもかまへん。まったく相変わらずですね。これからはお互いプロ同士、私も自力でやるのは賛成です。幻のタイトルです。されど、どうしてあなた様なのでしょう。この曲は七人揃わないと歌えませんよ。まだ仕事があるそうです。もしよかったら今夜ここへ来てくれませんか？身を任せて、手を繋いで、信じてごらん。あ、ちょっと前だ。全日本選抜に出るためにな。あ、そうだ、お前にも土産を買ってきたぜ。うるせえ、つかみは良かっただろ。こんな時くらいいいだろ。相変わらず変なとこあるな。お前といい、春といい。ああ、留学した成果はあった。久しぶりだな、サプライズパーティー以来か。お前ずいぶんと熱くなってたな。俺も愛たちには言ってねえ。ま、ちょっとしたサプライズってとこだな。くそ、あとちょっとだってのに。時間が与えられる。名前を書くと死ぬ。死因を書かなければ皆心臓麻痺で死ぬ。そこがデスノートの一番いいところだよ。違う、いつも思ってたことじゃないか。よく腐ってる奴は死んだ方がいい。まあ、いくらあっても足りない。そういう大切なことを今頃と。面白い。妖怪に後をつけさせたか。勝手に人の家に入るなって。そんな格好で山に行くのか？お呼ばれしたのは山の中だろう。また無茶しすぎるなよ。サキさん、どうしてこんなところにいるんです？本当に今の彼女なんです。謝れ。お前が迷惑をかけないわけがないんだ。もう大丈夫。あそこは僕にとって特別な場所なんだ。北ヶ峰って言ってね、蹴り上げられたボールみたいにひたすらまっすぐに。もう出発しても大丈夫ですよ。うん、すぐそこだから。指は大丈夫かい？ああ、いいんだ、気にしないで。自分で洗ってくるから。危ない、僕としたことが彼を警戒させてしまった。ビクーはフラットに行こうじゃないか。人の幸福にとって星の発見以上のものだ。ムッシュ様ら、それが分かってんならさっさと殺せよ。終了した瞬間俺は裏切り者になって殺されるってわけか。ここは塗り替えられてふてくされてんのか。めんどくさいガキだな。誰が人を頼った？けど道具なら使うぞ。もともと暗記使いなんで。なんで俺まで殴られたんだよ。ちょうどいい、僕も今から行こうと思ってたんだ。専門的な音楽教育に関する全ての施設がこのビルの中に入っているんだ。それ相応の結果を見せればいいのさ。実力のあるものを明賀は拒みはしないよ。チャイコフスキー、懐かしい土地の思い出、君の旋律につられてつい弾いてみたくなったんだ。だから呼びつけられたと思ったら。てめえら、とっとと寮に帰れ。キャー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 騒ぎまく。大変だって分かってんなら風紀委員の頭数揃えてくれ。こいつちっとも役に立たねえし。確かにあんたには世話になったと思う。だがあんたの息子になった覚えはない。クラン要は元気か？お前のヒーロー、お金がないとか情報がないとか部下からの信用がないとか、そんなの最初から分かってたことでしょ。その賭けはなかったことにしてもいい。でも僕が勝ったら君は一生僕の犬だ。おーい、中原千代くん、仕事に行くよ。ボスの命令だ。それぞれが資格を消すように移動してる。こんなことをしてもボスは嫌がるばかりだと思う。君は死者の人生録を作ってる。そんな大の字で寝てっから無駄美人なんて言われんだぞ。片道1時間半もかかるとこ、あと3年も行けっかよ。つうか痛えし。それよか、千早が都立のいいとこ受かってる方が意外だって。あんま差ついてねえじゃん。なめんなよ、
俺はまだ伸びるからな。何？ちょっとショック？そんな好きじゃないんだけど。本当に真面目なおかっぱくんでさ。まあ元気かな。海だと開放的すぎた？ひそやかな場所の方がいいかな。内緒話するには。朝からずっとつけてたのはそのためじゃないの？ってカイン大佐が。今となっては同期は俺とお前の二人だけだ。ナイちゃん的にはいつもと違う格好。かっこいいって言うんだよ。出店とかもいっぱいあるし楽しいよ。ねえつくもっちゃん、探してるでしょ。ランクランクってさ。ん？それウサギさ、防衛機能が過剰反応してるならやらなくていいの？そう、意外だな。もうないよこんなチャンス。ねえ一つ聞いていいかい？差しでやったら俺とあんたどっちが勝つ？しんどー。ありゃ盗めねえわ。さすがにちょっと疲れ。コルトピー、例のもの用意できるか？